KMW、ネクスターディフェンスシステムズは、クラウス・マッファイ・ベクマンと、ネクスター・システムズが合併した、ヨーロッパの防衛産業の持ち株会社である。キャントプロジェクトは、ドイツの家族経営の防衛会社、クラウス・マッファイ・ベクマンとフランスの国有の、走行プラットフォームメーカー、ネクスター・システムズが完成させた、合弁事業である。2015年12月15日に合併が完了した。 共同持ち株会社はオランダのアムステルダムに本拠地を置く。キャントは KMW&NEXTAR TOGAZER の頭文字を取ったもの。クラウス・マッファイ・ベックマンは戦車をネクスター破砲を製造する。2015年7月29日、パリで両社の合併が正式に決定した。フランスの国民議会でこの合弁事業に関するヒアリングが行われ、両 CEO は このプロジェクトがいかにドイツを中心とした輸出規制を回避し、両方の戦車メーカーを後押しするかを説明した。取引のための支援は両国の首都で行われている。2015年7月にはフランスの国会議員が国有防衛会社の民営化を認める法案を可決し、KMW とネクスターの合弁事業への道が開かれた。2018年6月、 ドイツとフランスは、KNDS との間で、共通の主力戦車である、メイングランドコンバットシステムと共通の 155mm 自走砲である、共通間接射撃システムの開発に関する意向書に署名した。KNDS の最初のプロジェクトの一つは、対戦車ミサイルやロシアの T-14 アルマータのような現代的な脅威に対する有効性の向上に焦点を当てた。 レオパルト2のアップグレードである。レパード2アンペア7シャーシに搭載された、ルクレール砲塔のフォトモンタージュ。ヨーロッパの主戦戦車に似ている。2018年6月11日から15日、フランスパリで行われた、ユーロサトリ防衛装備展示会において、KNDS は、レオパルト2アンペア7の車体と軽量化された、ルクレールの2人乗り砲塔を組み合わせた。 技術実証主力戦車、欧州主力戦車を公開した。共通関節射撃システムは155マシフスは155ミ、mm、リメートル自走砲を開発するためのフランスドイツのプログラムである。シフスの導入は2040年の予定。KMW nextermergercompleted.defense-update.com。リリーブド十十二千十六レ2 0 1 6 k m w n e x t e r t o s i g n m e r g e r a g r e m e n t u p i c o m リリーブド十三十二千十五2 0 1 5ャーマン f, r, e, n, c, h, t, a, n, k, m, a, k, e, r, s, k, m, w, a, n, d n, e, x, t, e, r, s, e, l, a, r, m, o, u, r, e, d, v, e, h, i, c, l, e, s t i, e, d u, p, e, c, o, n, o, m, i, c, t, i, m, e, s, d o i, n, t, i, a, t, i, m, e, s, dot, m リリー e l i e v e と27時代2015ハットコミッションデラ。

KMW Nextar Join t Forces Main, Ground Combat System Common Indirect Fire System, German, f、e、r、s c o u l d m、e, r、g、e n c h、e、t、w、e n k m a k e r s c o u l d m e r g e n e x t w e e k d w c o m 1 0 July2015HATPEC, ヨーロピアンメインバトルタンクフランス &GERMANY,S ニュージョイントスーパ e ウェポン ,The, ナショナルインタレスト2018年7月22日閲覧ありがとうございます。